ついてるぞ。ああ、うん。もうすぐ、ランセンで大きな祭りがあるからさ。その準備で、今ちょっと忙しくて。でも、大丈夫。うわ！ああ、やっちゃったよ。あ、いいよこの絵。悪いから。疲れてるんだろ。でもそれ重いし、それに俺慣れてるしさ、気にしないで。目の前で転ばれて気にするなって方が無理だ。ああ。これで。何が？だから三つで。何の話だよ。クイム。ああ、そういうことか。そんなことしなくてもいつもお土産に持ってきてるじゃないか。コノエの好物なんだし。カゴを持つ口実だよ。口実って堂々と言うなよ。さっき転んだ時大丈夫だったか？ん？ああ、全然平気。ピンピンしてるよ。お前もついでに背負っていこうか？は？お前な、いいさ、そうやって笑ってればいいだろう。いいよ別に。それ何？舐めてみろよ。この粉？別に腕の部分を舐めたければ止めないけど。嘘嘘。いただきます。うまい。甘酸っぱくて。一緒に混ぜたくせに酸味があるんだ。乾燥させると青臭さが抜けるから、こうやって食べると意外と合う。へえ、果物と草を混ぜるのってこっちじゃあまり聞かないな。この絵ってこういうのよく知ってるよな。別に、たまにいろいろ試したりしてるから。そっか。帰りは？そんなに頻繁に出てくるわけじゃないらしいから。でも気をつけなくちゃな。野党も出るらしいし。約束だろ。
つ多い。一つは俺の気持ち。今度来るときはもっと持ってくるよ。いい。カゴを担いだ報酬だし。わかったよ。頑固だな、この絵は。お前に言われたくないな。そっか。お。はい、これ。この絵、この花の匂い好きだろ？来る途中で咲いてたから摘んできた。別に好きってほどじゃ。尻尾は嘘をつけないってさ。はい。それじゃあまた来る。怪我や病気には気をつけて。そっちこそ帰り。ああ。